ケルキラ共同ギリシャを公式訪問中の秋篠宮家の次女佳子さまは30日午前日本時間30日午後ケルキラ島にあるアジア美術館で日本との外交関係樹立125周年と日本ギリシャ文化観光年の記念行事に出席された挨拶で訪問を通してギリシャの多様な魅力に触れ両国のつながりを実感できました とし友好親善関係が深まることを願った。美術館は日本や中国、インド、チベットの美術品など約1万5000点を所蔵する。佳子さまは、日本の美術品がこの地で大切に保存されてきたことを嬉しく思います、とも述べた。